はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。丸に不滅2個もつけさせんな。ということで今回情報修正が来た丸について見ていこうと思うんだけど、まずどんな修正もらったかと言いますと、結構いいのもらったなって思ったんだけど、ちょっと残念なとこもあった。で、まずはこのミャーミャーというアビリティで雷属性の 45% の威力アップが追加されました。さらには LB のダメアップがついてる。戦うの効果が変化で、アビリティで獣、虫、植物キラーの180で、物理ダメージの威力アップと、これは単純にアビリティ加算だね。で、攻撃の固定値を1000と、獣、虫、植物を 300% のパッシブを持てるようになりました。かなりいいよね、見た感じね。で、 LB のダメージアップ 100% の効果もスパトラの槍につきましたと。いや、これ見た感じさ、かなりいい強化もらってるじゃんって思ったんだけど、なんとですね、不滅を2個必要としますこの子まずその時点で終わったなと思いました。で、ナルは、まあ、2突させることによって回線の覇気貫突で攻撃固定値500で、まあ、こんな感じでさっきのアビリティ覚醒すると固定値1000と 300% もらえるから、え、全然いいじゃんと思いました。で、このミャーミャーで雷の威力アップができて LB をさらに250負けるんだよ。強くない？まあ、単体だけだけど。で、アビリティの LB の加算も12000つくので、元々の威力が16000だったので28000まで上昇しますと。ここにソウルオブタイバスなんかを合わせてあげれば、またさらにプラス3000されて30000の LB になるんだよ。むっちゃいいじゃんって思ったんだけど、どこをどう探しても不滅の閃光を2つ必要とするっていうのがマジで残念な点だったかなと思います。で、今回は雷属性が得意になるなので、バーサスミストバーンの最後のミストバーンにどれくらいダメージ出せるかやっていこうと思います。装備はこんな感じで、アビリティブグ倍率マックスの LB250 の悪魔250の装備構成とアビリティ構成、そしてビジョンカードでやっていこうと思います。マジでむずい。さあ、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあラストミストバーンにナルがどれくらい火力出せるか見ていきたいと思います。ナルはトランス型で強制3ターンで消えてしまいますので、そこは注意してください。で、 LB で攻撃の前にデバフありますので、まあ、適当なアビリティを1個、そしてミャーミャー使って自分にね、雷の付与、雷の威力アップ、 LB バフをかけていきましょう。選択はもちろん自分。そして最後スペシャルアビリティ使って攻撃の捨てバフ LB の威力加算をしていきたいと思います。12000のプラスで、レーゲンは LB 使って悪魔キラーの付与で、フィナソルも悪魔キラーの付与で、神様は適当にスーパー LB、 ルンドはカバーだけやっておこうかなと思います。で、そしたら、まあ、ナルはね、これで準備が、まあ、終わったという形になります。あとはレーゲンの SLB で最後悪魔キラー付与するっていうぐらいかな。さあ、じゃあダメージ見ていきましょう。で、防衛デバフはまあ87でやっていこうかなと思います。これで悪魔キラーの 160% の付与が終わりました。さあ、じゃあ一体ナルどれくらいダメージ出せるかというと見ていきましょう。タイミング的にはね、結構遅いので押して1秒か2秒ぐらいしたらなるかな。トン1、2ぐらいで押しておこうかなと思います。そうすれば17チェーン超えたあたりで入ると。7億か、 20% しか削れないか。で、一応ナルの装備は、まあ、さっきも紹介したけど悪魔に特化させた装備にはさせてあるっちゃあるんだけど、まだこれでも足りないと。やっぱ不滅の一枠がね、ちょっと本当に邪魔だなという印象を受けました。雷弱点で、まあ、ミストバーン7億ぐらいしか削れませんでしたので、まあちょっとナルをね、最前線にするにはちょっと難しいかなと思いましたので、どうかてか、なぜ不滅をつけてあげなかったというところを運営に声を大きくして言いたいなと思います。ということで、皆さんも、まあ、ナル使うことはないかもしれませんが、まあ、強化する必要はないかもしれませんということで、また次回の動画よろしくお願いします。それではまたねー。